こんにちは、高校生です。今日は土曜日だったんですが、学校があったので学校に行って、夕方帰ってきて、今お買い物に行ってきました。母も今日は会社に行っていて、いないので私が晩ご飯を作ります。今日作るのは、鶏ごぼうの炊き込みご飯です。あとは、唐揚げとけんちん汁を作ります。この間の日曜日に私があげたストーリーを見てくださった方は知っているかもしれないんですけど、なんと先輩と休日に一緒にお出かけしてきました。部活のメンバーで遊びに行ったんですけど、もともと1年生、私ともう一人仲のいい子がいて、2年の先輩、女の先輩2人、合わせて4人で遊びに行く約束をしてたんですね。まあ愛知県民なんで遊びに行くとこと言ったら大体長島なんですけど、長島行こうって約束してたんですね。で、部活の後に長島行く4人でその当日のことをいろいろ話してたんですけど、そしたら前回の Q&A の動画に出てきたヒョンジン先輩覚えてますか？ヒョンジン先輩が来て、ちょ待って、俺も行きたいみたいな違うな、俺も行くみたいな、じゃあ俺も行っていいみたいなはい、ちょっと最近ヒョンジン先輩のモノマネにハマってまして、すいません。で、ヒョンジン先輩が俺も行きたいって言って行ってきたんですね。で、その2年の先輩なんですけど、一人色白で目がパッチリですごい可愛い先輩がいるんですけど、多分ヒョンジンはその先輩のことを気になってるっぽいんですよね。で、その色白先輩も多分ヒョンジンのことを気になってるで、両思いっぽいのはなんとなく分かってたんですけど、多分ヒョンジンがその色白先輩目当てで、ちょ俺も行くって言ってきて、わーと思ったんですけど、行きたくないとかじゃなくて、どうしよう、なんか4人で行くのを楽しみにしてたんで、ちょっとどうしようって思ったんですけど、ここは色白先輩がきっとヒョンジンも一緒に行きたいだろうなと思って、私は全然メンバー変わってもいいですよって言ったら、いろいろ先輩が、本当ありがとう、ヒョンジンも一緒に来るってめっちゃ嬉しいんだけど、みたいな感じで、盛り上がって、ヒョンジンが、じゃあ他面も誘うぜみたいなことを言い出して、で、私の好きな先輩もその話をしてる時にちょっと近くにいて、ああ、聞こえてたら嫌だなって思ったんですけど、じゃあヒョンジン先輩がやっぱり案の定、私の好きな先輩に声かけて、ちゅ、新兵も行くぜみたいなノリで誘ったんですね。で、私の好きな先輩ってあんまり別に仲が悪いとかじゃないですけど、そんなに後輩とか絡まないっていうか、とにかく先輩がおとなしいじゃないですけど、落ち着いた静かな感じの人、全然騒いだりとかするタイプの人じゃないんで、多分先輩もヒョンジン一緒じゃ来ないんじゃないかなって思ったんですけど、まさかの先輩が、俺も行くっつって、実は意外とヒョンジンと仲が良かったみたいで、来ることになったんですね。で、あと、もう二人、三年の先輩と二年の先輩と男子が4人、なんで合計8人で行くことになって、なので私は、まあ、振られているとは思うんですけど、最大限可愛くしていきたいなって思って、今日はこの後ご飯を食べたら、いろいろ準備をしようという動画になっています。まさか学校外で先輩に会えるとは思ってなかったので、ちょっと複雑な気持ちもありつつなんですけど、でもやっぱり好きな人に会えるのは嬉しいなと思って、すごいワクワクしています。先輩には異性として見てもらえてないんですけど、でも私先輩に振られたとしても、先輩の、人柄みたいなのがすごい好きで、あと優秀で真面目な人なんで、自分が高校生活送る上でも、こういう風な生徒、学生、こういう風に自分は高校生として過ごしたいなって思える模範の人というか、憧れの人でもあるので、最初はただただ見た目がかっこいいなとか、背高くて素敵だなとか、もうそういう風な感じで興味を持っていた人なんですけど、なんかもう今それ以上の
感情というか、とにかく憧れちゃっていますので、憧れまで抱くようになっちゃって、ちょっと大変なんですけど、でも来るっていう以上は、もう私は先輩をずっと見て、眼球に先輩を焼き付けようと思って、気合を入れていこうと思います。なので、肉を食べて、この後ちょっと運動して、お風呂入って、スキンケアしたりとか、ヘアケアしたりとかして、思いっきり楽しもうと思います。女子がおしゃれっていうか、こう気合い入れるときって、好きな人に見てもらいたいっていうのもあるかもしれないんですけど、それよりも自分のテンションが上がるじゃないですか。なので、前日に用意してる時間もめっちゃ楽しいですよね。楽しもうと思います。はい、そうこうしているうちに炊き込みご飯の具ができました。お米はいつも3合炊きます。9月に入ってちょっとずつ涼しくなってきたんですけど、秋を感じると無性に炊き込みご飯を炊かなきゃっていう気持ちになるんですけど、わかりますか？はい、けんちん汁を煮ています。けんちん汁って鶏肉って入ってますよね。レシピ調べたら入ってなくて、あれ入ってると思ったんですけど、皆さんはどうですか？さあ、あとはご飯が炊けたら晩ご飯を食べたいと思います。はい、明日のお出かけで持っていくカバンを開封しようと思います。ディディブレイク知ってますか皆さん？初めてバイト代が入って、そのお金で絶対に何かいいカバンを買おうと思ってたんですけど、ショルダーバッグで大人っぽくって綺麗めなバッグが欲しかったんですよ。で、物がそこそこ入るやつで、チェーンバッグで、どのカバンにしようかなって思ってたんですけど、たまたまテディブレイクさんから提供していただけるということで、このバッグを選びました。シンプルな作りなんですけど、ちょっと個性があって、中はこんな風に赤色で、これはちょっとセクシーですね。パッと見華奢な感じがするんですけど、実はこんなに厚みがあって物もたくさん入ります。すごい可愛くないですか？で、一番気に入ったのがこのチェーンの色と華奢さ。ゴールドチェーンだと一歩間違えるとちょっとケバくなっちゃう感じがあるんですけど、ちょうどいいこの細さと色味。明日のお出かけで持っていくものを入れてみたいと思います。以上、ハンカチとスマホとバッテリー、モバイルバッテリーと、ティッシュと、ティント、あとケーブル。あと、ここにないんですけど、鏡も入れました。これだけ入れてもまだ余裕があって、はい、女の子が持っていきたいもの全部入りました。明日は一日中歩くと思うので、荷物は必要最低限にしました。でもこれだけ入れば十分ですよね。お財布は持ち歩かないです。全部スマホで決済するので、とにかくスマホが入ればそれで OK。ちょっと肩からかけてみましょうか。おぉ、めっちゃ可愛い。このカバンに合うコーデを組んでみました。程よく落ち着いた雰囲気がとってもとっても気に入りました。どうでしょうか？さあ、明日のお出かけに胸を膨らませている間に炊き込みご飯が炊けました。味付けしておいたお肉を唐揚げにしていきます。こんなもんお出かけの前日に食べていいのかっていう話なんですけど、全然いいでしょ。ちゃんと野菜も摂取すればゼロカロリー。
込みご飯とけんちん汁にはお豆腐も入れました。唐揚げもできました。いただきます。何度か唐揚げ作ってきた中で今回作った唐揚げが一番美味しくできました。もりもり一杯食べて明日のお出かけに備えます。この後本当は運動しに行こうと思ってたんですけど雨が降ってきたので行けませんでした。はい、テンションを上げるためクナイプのバスソルトを今日は特別に入れます。クナイプのバスソルトはどれもすごくいい香りがしてすごく気に入っているんですけどちょっと高いので特別な時だけ買います。今日は私がいつもやっているおすすめのヘアケアをご紹介します。シャンプーした後のトリートメントにオイルを混ぜるという方法なんですけどこれをやると髪がすっごくまとまってしっとりサラサラになるのでおすすめです。シャンプーの後髪をタオルで一回よく水分を拭き取ってでこのオイルを混ぜたトリートメントを塗るんですけど塗ったら必ず目の細かいくしで溶いてで20分ぐらい置くといいです。はい、次は前にもご紹介したことがあると思うんですけど重曹パックをやっていきます。ニキビがひどい時の荒治療としてやってるんですけど溶かした重曹を顔に塗るだけなんですけど毎日これを2ヶ月ぐらい続けたら肌がすごく綺麗になったと母が言うので肌めっちゃ綺麗なんですけど母が言うなら間違いないと思って今やってるんですけど興味のある方は重曹パックで一回調べてみてください。母はこれでニキビが治ったって言ってました。ただやった後は必ず乾燥するのでよく保湿をしてみてください。はい、次はムダ毛のシェービングをしていきます。この可愛いラムちゃんのパッケージのジャマークリームを使います。塗ってしばらく放置してカミソリでシェービングするんですけどお肌を傷つけずにムダ毛の処理ができるのでこれをいつも使ってます。さあお風呂から出てきました。髪を乾かす前にトリートメントをワンプッシュ。そういえば私髪をちょっとだけ切りました。ちょっと短くなっちゃって髪が巻き方がわからなくなっちゃったんで明日もストレートヘアで行こうかなと思っています。だいたい15センチぐらい髪を切って乾かすのが楽になったんですけどちょっと切ったことを後悔しています。なんで切っちゃったんだろう暑かったんで切ろうと思って切ったんですけどやっぱり長い髪をちょっと巻いてる方が大人っぽかったかなと思って後悔してます。ストレートアイロンは母のヘアビューロンを勝手に使っています。温度はいつも160度です。アイロンが温まるまでの間にスキンケアをします。最近使っているロート製薬縛りの、化粧水乳液です。プチプラのおすすめの基礎化粧品を探していてこれがいいと仕込みが良かったので買ってみました。メラノ CC 有名みたいですね。さっきこれは買ったばっかりなんですけどニキビが良くなることを期待して塗り塗りしています。何か高校生でも買えるプチプラのおすすめの基礎化粧があればぜひ教えてください。はい、アイロンが温まりました。ストレートにしていきます。髪が結構癖が強くて髪質も太くて硬い感じであんまり質が良くないんですけどヘアビューロンをこう細かく当てるとだいぶマシになります。アイロン当てる時に目の細かい櫛を通しながら当てるとストレート具合がだいぶ変わってくるのでこのやり方おすすめです。そこへ梨とシャインマスカットがやってきました。母に明日先輩とみんなで遊ぶんだよって言ったらえ、まだ二人で遊んでないのって言われました。あ、そうそう、フラティが再販されることになってこれから寒くなるので今回はロンティーで販売するそうです。さあ今日は気合を入れてパックもしちゃいましょう。でパックをしている間に果物を食べたいと思います。ペタペタ。明日何着ていこうかなって
迷ってるんですけど、ちょっと大人っぽくしていきたいので、これか肩を出しちゃったりとかして、これかどうしよう、悩む。はい、果物を食べて歯を磨いた後はホワイトニングをします。夏休みからホワイトニングを始めました。歯医者さんで2回オフィスホワイトニングをして、あとはお家でもやるホームホワイトニングのキットも作ってもらいました。だんだんとみんなマスクを外し始めていて、笑った時の口元が気になるなぁと思って、母が歯は大事だよってことでホワイトニングを勧めてくれました。ホワイトニングの金額なんですけど、私が行ったところはちょっと高くって6万円しました。別の歯医者さんだと同じ内容で4万円だったんですけど、そこは高校生はやってくれないってことで、しょうがなく高い方に行きました。おはようございます。いよいよ先輩とみんなで遊ぶ日が来ました。ちょっと緊張しているんですけど、このみーちゃん、とーちゃんを見て緊張がほぐれました。さあ、お化粧しながらガールズトークをしたいと思います。前回の Q&A の動画で先輩のことを話したら、コメントで結構たくさんの人が、いや、振られてないと思いますよみたいなことを言ってくださったんですね。で、確かに別に言葉ではっきり言われたわけじゃないし、私が勝手にそう思っただけなんですけど、で、友達に相談したんですよ。夏休みの間に全然 LINE が来なくなっちゃったんだけどって言って、さあ普段どんな LINE をしてるのって聞かれたから、まあこんな感じだよって言ったら、私の返事がそっけなさすぎる、そのせいじゃないって言われて、どこがそっけないんだろうって思ったんですけど、自分では頑張って返事してるつもりだったんですけど、確かに夏休み遊ぶのみたいな会話から3日も返事しなかったら、そりゃ先輩もえーってなるだろうなって確かに言われて思ったんですけど、逆に自分が遊ぶ人いなくて寂しいなみたいな、遠回しに遊びたいみたいなことを例えば言ったとして、それで3日返事来なかったとしたら、え、もう無理なんだけどって思って、え、じゃああれは思わせぶりじゃなかったってことって今になって思ったんですが、でもあれからもう1ヶ月以上も経過して、未だに私たち普段 LINE とかしないんですね。なので、まあ、どっちみちこれってもう手遅れだよねで、結局やっぱり悲しい結末しか想像できませんでした。やっぱり恋愛ってタイミングが大事って言うじゃないですか。特に男の子って、あ、もういいやって思ったら次って言っちゃうイメージだから、あーもう、あーどうしよう、他の女の子に、もし先輩が他の女の子と DM とか LINE とかしたり遊んだりとかしてたらって想像すると、え、もう、え、生きていけないんだけど、ええ、もうそんな想像したくもないですけど、動画の最初で憧れてるだけでいいみたいなことを強がって言ってましたけど、やっぱり嫌です。憧れてるだけじゃ嫌です。動画に声を入れながらつい感情的になってしまいすみません。そんなのとは裏腹に、学校で会えばよく話すようになってきて、で、だんだん周りの子たちが私と先輩がいつも一緒に話しているので、え、あんたたちできてんのって、どういう関係とか聞かれるようになって、その度に何でもないよとか、そんなんじゃないんだよとかって答えて、答える度に胸がギュンってなります。さあ、気を取り直して朝食を食べたいと思います。朝食を取りたいと思います。こないだハワイで買ってきた超カラフルなシリアルですね。お花の形が入っていてすごく可愛いです。青色の食べ物って日本になくないですか。全く。どんな味がするでしょう。見た目はめちゃくちゃ可愛いです。匂いもすごい甘い匂いがします。いただきます。今日はこの後、9時に免疫に集合します。急ぎすぎー。そうそう、で、今日は、ヒョンジン先輩といろいろ先輩を絶対にくっつけようってみんなで企んでます。それがすごい楽しみです。
はい、新しいカバンを持って準備万端です。先輩の好きな大人っぽい女の子にちょっとは慣れたかな。全身はこんな感じです。それでは行ってきます。香水にしようかなと思ったんですけど、匂いに好き嫌いがあると思うので、今日はロクシタンのトワレを振っていきました。それではご視聴くださりましてありがとうございました。